082-542-5300でございます。私たちの町から先般のような不発な施設が県に通報され、そして新聞に載るような惨めな悲惨な状況というものを変えていこうではありませんか。続きまして、その地域での声を汲み取り、市議会に声を届ける、これが広島市議会議員の役目ではないでしょうか。私たちは地域住民として、その声の代弁者として市議会議員を選んでいる。これは広島市西区においても何ら変わりのない事実でございます。しかしながら、この原理原則を無視し、自らが偉いんだというように当選難期をすると、その自分の存在、使命というものを履き違えて解釈し、そして傲岸尊なる擁護を行っている議員が存在いたします。広島市議会議員西区選出太田は、広島市議会の敷地内において、その市議会議員の立場においてこの敷地内に駐車を許されている。しかしながら、広島市議会議員太田は、ここで決められている駐車費を提示することになっているにもかかわらず、一切提示しようといたしません。他の多くの議員は適正に駐車費を提示しております。しかしながら、広島市議会議員西区選出太田はこれを無視し、数ヶ月以上にもわたって市民から、そして議会から、会派から指摘されているにもかかわらず、何ら改めようとしないのでございます。かかるものは広島市西区の地域住民の声を真摯に代弁するとは到底思いません。このような議員が広島市議会議員だって、皆さんどう思われますか。しっかりと使命を、地域住民のために責任を果たしていくべきではないでしょうか。そして最後、一つ地域住民にお願いがあります。広島市では歩道上に保管場所として自動人や原付き、あるいは自転車を放置することにはなっておりません。しかしながら、交番の近くであるにもかかわらず、毎日のように放置駐輪が繰り返されている。この状況に対して障害者に優しい街づくりと言えるでしょうか。歩道は何のためにあるんでしょうか。警察官の方々に聞いてください。今や自転車は車両だ、そのように答えるはずです。その時に果たして、このようにせっかく広く取ってある歩行者のための歩道を長期間放置された駐輪によって、一部の特定の者が利益を得るような状態で良いのでしょうか。一日も早く改善されるべきではないでしょうか。特に障害者施設や介護施設の近くでは、お年寄りや障害者が数多く通行するのでございます。重点地区としてしっかりと改善していくべきではないでしょうか。